すごい血筋の召喚師様らしいな。おう、あのブラスカ様のご息女だ。すげえ。ブラスカ様の娘？うん。ユーナの親って有名人なのか？大召喚師ブラスカ様の娘だ。ジンにご生存があったろ。10年前にシンを倒した大召喚師ブラスカ様。ユーナは召喚師として最高の血を受け継いでるのさ。かわいそうだよな、親が有名だと。この人にそういう想像力を期待しても無駄ね。ん？覚えとくよ、ルル。風、気持ちいいね。ブリッツの選手なんでしょ、ザナルカンドの。それ、ワカから聞いた。あいつ、絶対信じてないくせに。私は信じるよ。ザナルカンドでは、夜でも光が溢れていて、大きなスタジアムがあって。スタジアムではブリッツボールの試合が開かれていっつも超満員。なんで知ってんのさ。ジェクトという人から聞いたの。父さんのガードしてくれた人。俺の親父もジェクトって言うんだ。すごい。私たちが出会えたのはきっとエボンの賜物だね。似てるけど別人だよ。どうして？親父死んだんだ。10年前ザナルカンドの海でな。ある日、海へトレーニングに行ったまま、帰ってこなかった。それっきり行方不明さ。ジェクトさんは、その日にスピラに来たんだよ。まさか。だって、私がジェクトさんに会ったのは、10年と95日前。父さんが旅立った日だから、よく覚えてる。時期はぴったりでしょ？でもどうやって来たってんだよ。君は
ここにいるよ。引きずり込まれるぞ。シンはキーリカに向かっている。あいつの注意を引きつけたい。キーリカには俺たちの家族が。召喚師様、お許しを。待てよ、本気かよ。出てくんだよ。背びれだ。真の背びれを攻撃するんだ。
ザナルカンドでシンに襲われて気がついたらスピラにいた。だからもう一度シンに会えたらうちに帰れるって期待していた。私シンを倒します。必ず倒します。なんて甘いことを考えていたんだろう。あの日、あの時、あの燃えるような夕日の下、俺は思い知ったんだ。ここは俺の知らない世界で、そう簡単には帰れない。これが逃れようのない現実だとやっと分かった。私、召喚士のユーナと申します。ビサイド寺院から参りました。召喚士様、他に召喚士がいなければ私に異界送りをさせてください。ああ、ありがたい。もう身内が魔物になるのは覚悟しておりました。どちらへ行けばいいですか？俺たちは町の様子を見てくる。人手がいるだろうからな。え？異界送りって何？何が始まるのさ？あんた忘れたんじゃなくて本当に知らないって感じね。うん。死者は迷うのよ。死んでしまったのが悲しすぎて自分の死を認めようとしない。もっと生きていたいと願いながらまだ生きている人間を羨む。死者は生きている人間が羨ましい。その気持ちはやがて妬みや憎しみに変わる。そういう死者の心がスピラにとどまると命を憎む魔物となって人を襲う。そんなの悲しいでしょ。だから異界送りをして迷える死者を眠らせてあげるのよ。それも召喚士の仕事なのか。うん。
召喚士って大変だな。ユーナはそれを選んだの。何もかも覚悟の上のこと。私たちにできるのはユーナを見守ることだけよ。最後の時までね。最後の時？最後って何？シンを倒す時まで。私、うまくできたかな？初めてにしては上出来。きっとみんな異界に行けたわ。でも次は泣かないようにね。次なんてなければいい。真に殺された人たち、異界送りをするユーナ、それを見守る人たち、不思議で少し恐ろしい儀式、もう見たくないって思った。やっと起きたんすか。ワッカさんが待ってるすよ。必勝祈願だ。おキーリカの寺院は大召喚士のオハランド様が暮らしていたところだ。オハランド様は若い頃はブリッツボールの名選手だったんだ。ワッカ、必勝祈願はいいんだけどさ、なんかいいのかな。ブリッツで浮かれたらまずいってか。こんな時だしさ。こんな時だからこそだ。選手は力の限りを尽くして戦う。観客は贔屓のチームを応援する。嫌なこと、辛いこと、試合中だけは忘れられる。それが長い間このスピラでブリッツがなくなっていない理由だ。俺はそう思うな。そっかな。いい試合して勝ってばそうぜな。おう、ジンは森を越えたところだ。では、行くぞ。どうした？ユーナがね、あんたも一緒にってさ。え？あのさ、ガードお願いしちゃダメかな。なんだそりゃ。冗談よせよユーナ。こいつはブリッツはできるけど、魔物との戦いは素人だぞ。ガードじゃなくてもいいの。そばにいてくれれば。え？何それ、どういうこと？それは、
どうせみんな寺院に行くんだから話は後でいいでしょ。ごめんね、突然。ごめんって言われても、なんだよ、よくわからないな。ごめんなさい。つまり龍拳を試してみたら。なんだよ龍拳って。本来は敵を弱らせて自分を回復する技でも、ロンゾ族が使えば魔物の技を自分のものにできる場合もある。お、すごそう。勝手なこと言うわね。燃え尽きろ。終わり。少しはやるようね。まだまだやるっすよ。We'll be right back.
るなあんたら。さすが召喚士とガードだ。先輩、負けちゃいられませんね。もちろん負けないさ。来たれ、ワコード討伐隊。神を倒せ。可愛いあの子も振り向くぞ。ワッカにいい思いさせてやってくれ。頼むぞ。あんた、大会終わったら討伐隊に入りなよ。歓迎するぞ。
あらあら。この石段はな、由緒正しき石段なのだ。オハランド様が現役時代にここでトレーニングしたのだ。勝負っすね。うん、俺に勝てると思ってんの？ユナ、頼む。よーい。なずこい。え？いつまでも子供ね。